友達がどんどんファントムになっていく気がするって言ってた。ファントムはね、この世界の罠にかけられてる。彼にとって、世界が自分なしに流れていくのを感じてきた人は、みんなファントムになってる。生きてはいるけど、自分の周囲には影響しない。この世界のパラレル次元に一人で閉じ込められてるみたいなんだよね。じゃあ、いつの間にか、 みんながファントムになる可能性があるんじゃないの